最初の発表は、カーネットさんのブルーライトフィルターになります。じゃあ始め、なんか4分になってるんですけど、はいはい、始めです。はい、スタッフと皆さん本当にありがとうございます。開催いただいて皆さんもですね、朝11時から長丁場、みんなどれだけ HTML5 が好きなんだと思うんですけど、最後 LT 楽しくやっていければなと思っております。カワネットと申します。最近はサンフランシスコと東京を、毎月往復するような生活をしております。で、今日メンバーも何人かいるんですけど、渋谷 JS という JavaScript のコミュニティを5年ぐらい前からですね、6年前からやっていたりします。ちょっと皆さんにお聞きしたいんですけれども、皆さんは、HTML5 は好きですか？皆さん HTML5 は大好きですか？しかし今日はですね、 HTML5 の真実をいくつかお伝えしたいと思います。 HTML5 恐怖の真実。 HTML5 はあなたの目を傷つけています。現代っていうのは白色の LED 機器に囲まれる生活ですね。今日も Mac 使ってますし、さっきまで iPhone 使っていたわけです。で、この白色の LED に含まれる、を構成している青色っていうのはすごく危険。実際には白は青を色を変えて3色構成してて、青だけハイエナジービジブルライトと言うんですけれども、すごくパラスが立っていて、エネルギーが強い形になっています。これはつまりですね、皆さん大好きな HTML5 をノートパソコンばかり使ってやっていると、これ難しいです。生殖項網膜障害とか、睡眠への影響というのが指摘されています。そこで登場しているのが、今年話題の、PC メガネですね。ジンズ PC とか、ゾフ PC ですね。これ僕も 50% カットの方を使っていると。こういうのを使うと HTML5 を使っても大丈夫となるわけです。HTML5 の真実その2。HTML5 はあなたの目を守ります。PC メガネなんかもういらない。PC メガネ不要で HTML5 を、で、青色光をカットするデモをお見せしたいと思います。で、右クリックして、ここに、コマンドオプション B を押すとですね、Firefox の機能拡張で、青色をカットするブラウザと。青色をカットしたんで、スピーカーの皆さんも顔が真っ青っていうよりは、ちょっと黄色くなってしまうと。いう形になっています。簡単にコマンドオプションを B で切り替えられるという形になっています。で、ブルーライトフィルターで青色光を 50% カットできると。HTML5 っていうのは SVG も入ってるわけですけれども、FE カラーマトリックスというのを使うと、5×4 の配列でそういったものが指定できるようになります。で、これまだまだですね、すべてのブラウザで実装されてなくて、Firefox と Chrome ではまだ動かなくて、WebKit Nightly と。Google さんもちょっと頑張る必要があるのかなと思っております。Firefox 版はこれブックマークレットだとこんな実装になっていまして、みんな大好きなデータスキームですね。データスキームでスタイルシートの中に SVG を生で書き込むと。エスケープが結構難しいんですけど、そういった形で実装できると。WebKit Nightly 版はもうちょっとエレガントで、インラインの SVG を呼び出せるようになるので、HTML 中に SVG を置けるようになります。HTML5 の真実その3。HTML5 は世界中のウェブサイトをピンク系にします。もう想像ついちゃったかもしれないんですけど、みんなが大好きなヤフーも、HTML5 をかけると、ピンク系のサイトになってしまうと。HTML5 の真実、その4。ちょっと、ここまで冗談みたいな話だったんで、結構真面目なんですよね。PC、メガネかけると結構快適になります。もうちょっと今日最後はですね、実用的な話をしたいと思います。HTML5 は個人情報を守ります。ブラーのフィルターをかけると、個人情報が保護されて、個人情報漏洩がなくなるという仕組みになっています。HTML5 すごいですね。まとめ、HTML5 はあなたの目を守ります。ブルーライトフィルターで青色光を 50% カットできます。
ただ、Mac と Windows にはですね、もっとすごい機能もついててですね、HTML5 以前にですね、で、ディスプレイプロファイルっていう機能があったりします。青い、マッシャーパワード8というコンテスト実施してますので、ぜひ応募してください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次の発表はプリプリのお尻さんのテストコードを書かないテスティングツールポーキーになります。一応言っておくとプリプリのお尻さんはハンドル名採用しました。よろしくお願いします。プリプリのお尻と申します。よろしくお願いします。今日はテストを書かないテスティングツールポーキーの紹介をします。この中で、あと JS でテストちゃんと書いてる方いらっしゃいますか？あ、やっぱり、まあ 2% ぐらいですね。書かないですね。ちょっとまあ私はプリケツ、さっきちょっとご紹介あった通りです。で、今回の本題はテストを書くのはだるいということだと思うんですよ。皆さん多分テスト書かないのって敷居が高いとか、まあ書くのがめんどくさいとか、そういうところがあると思うので、そこをこう書かないでどう、やっていくのかというところをちょっとお見せしたいと思います。で、早速なんですけどもデモでお見せしたいと思います。ポーキー自体は JavaScript コーヒースクリプトで書かれています。で、どういうふうに実行するかというと、関数ごとに登録をするんですけども、例えばここで今アペンドっていう関数が定義されていて、これを実行するとこの今 HTML のところ変わったわけですね。こういうふうに増えていった感じですね。で、これをテスト登録します。これで登録ができました。サクセスで出てるテストが登録できました。で、これをテストを実行してみます。そうすると今テストは自動で実行されて、サクセスというふうに出たんですけども、これだけじゃ何のこっちゃって感じだと思うんで、一旦今のテストを書き換えてもう一回実行してみます。で、この状態でランをすると UI のところは失敗するんですね。で、こういった形でテストの関数の名前とテスト名を登録するだけでテストが自動で実行できるようになります。で、これのからくりなんですけども、登録したときにまず関数を登録してるんですけども、関数を実行する前の HTML を一回保存します。で、その状態で関数を実行して、で、その関数を実行した結果 HTML が変わります。そうするとこう before function after みたいな感じでなるので、これをまず保存します。これの保存先が HTML5 から実装された index.db というところになります。で、ランした時に何をしているかっていうと、 before でまず、保存されている関数実行前の HTML を復元します。で、指定された関数名を実行します。で、その結果 HTML がまた変わって、その関数実行後の HTML と保存されている HTML が同じものになっているかっていうのを確認します。これによってテストを書かなくても自動的にチェックをすることができます。で、オプションで関数に引数を与えたり、あとは AJAX の場合のオプションをつけたりといったことも可能です。以上になります。GitHub に今リポジトリを置いてあるので、もし興味がある方は詳しいドキュメントなんかを見ていただけるとありがたいです。で、もしよかったらフィードバックください。以上です。は
はい、どうもありがとうございました。はい、なんという、まあ、名前の割にはすごい真面目な内容で、私としては個人的にびっくりしたんですけど、まあ、こんな感じでいろんな基準でスピーカーの方は選択されますので、次回 LT の募集とかあったときは、まあ、いろんなことを考えてみると、採用率が高くなるかもしれません。で、次は出るかな？いいのこれ。はい、では次の発表はメガネ9988さんで、HTML5 が新しいピンチとチャンスを持ってきたというタイトルでの発表になります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。HTML5 がピンチとチャンスを持ってきたということでやります。メガネ9988と申します。皆さんメガネかけられてると思いますが、先ほどのメガネの話もありましたけど、僕メガネさんと呼んでる、呼ばれてるんでメガネさんと呼んでください。屋号も MGN と言います。メガネの略です。はい、5月に独立しまして、おかげさまで 4.5 ヶ月経ちました。ありがとうございます。そして ありがとうございます。ディレクター兼デザイナーということで、もともとワードプレスをずっとやってましたので、それをやってます。今度ワードプレスのカンファレンスが来週ですね、ありますので、もしよろしかったらこちらもお越しください。ディレクターの仕事どんなのっていうことなんですけども、クライアントとデベロッパーをつなぐ仕事、つまりメガネということです。メガネですね。はい、じゃあいきます。HTML5 ピンチがチャンスをやってきた。LT の登壇のきっかけからまずお伝えしないといけません。1000人が完売したという内容をニュースで知りまして、あ、行かれへんかったなと思いました。そしたら LT の募集が始まったんです。これに割り込んだらいけると思いまして申し込みました。そしたら受かっちゃいました。そんで受かった後調査をしました。皆さんどんなライトニングトークをされてるのかなと。見たら、作ったとか、モバイルを何とかしたとか、触ってみたとかですね。明らかにプログラマーが主役の回ということを変わりました。勘違ってました。はい。僕、やばいです。何かっていうと、ノンプログラマーなんです、私。で、なんで僕受けたことが良かったんですか？落ちた人もいたらしいんですけども、びっくりしてます。で、ピンチばっかしになってます、今。はい。そして、まあまあ、でもポジティブに捉えましょう。きっと私みたいなノンプラガーの方、はい、手挙げてください。ああ、よかった。2% ぐらいです。そんな人にも、きっと広く支えてほしいんだな、支えるために僕も参加できるんだなと思って、そういう粋な儚いなんだろうと思って参加しています。で、ディレクターとして最近思うことがいろいろあります。実際に、アナリティクスとかを見ると、モバイルの割合は非常に増えてきました。今後もきっと増えてくるんだろうなと思ってます。さらに、ブラウザーもだいぶ皆さんバージョンアップいただいているようで、9と8がだいぶ多くてですね、6と7はどんどん減ってるのかなというようなことも、ひしひしと感じています。まあ、お客様も IE6 に対応するよりは、スマホでリッチな動きをしたいとか、いうような希望の方が大きいなと。ということは HTML5 やっぱし来てるなというのはひしひしと感じてます。で、来てる HTML5 なんですけども、正直なとこ来すぎです。わかんないっす。で、これはあのインパクトと一緒ですね。10年前ぐらいですか？テーブルレイアウトから CSS コーディングになったあの日ですよ。帰れなくなりました。そして、スタティックからダイナミック、CMS が来た日です。あの日も帰れなくなってます。はい。ほんで、でもね、これ、帰れないけども、戦わないとダメなんです。分かってます。今、テーブルレイアウトを誰もしてる人がいないように、きっと追いついていかないと、やられちゃいますね。で、さらに偉いことになってます。いろいろさらについてきてますよね。もう、いっぱいいっぱいです。で、さらに、水平の作業分業から、一人とか二人とかでも全部できるようにしないといけないと、いうような話も、いろいろ出てきてますと。どうしましょうね。まあまあ、とはいえ、やらないといけないです。やるしかないですね。で、いろいろと調べたら、ちょうどいい言葉がありました。ペイブザ・コウパス。カウパス？合ってます？沖の召すままにっていうことで、どういうことかっていうと、HTML5 は、HTML4 でも動くようになってると。割と敷居はわざと低くしてあるから、
うまく取り扱って順々に馴染んでいきなさいよということで、あ、敷居低くしてくださってるんだなということがなんとなく感じました。で、ちょうどいい時期だなとも思ってます。僕独立して今まではプログラムほとんどしなかったんですけども、やっぱりする必要も出てきてるのかなと。今日小森さんの話でもそれぞれのことがいろいろできた方がいいよねっていうような話があったので、きっとやらないといけないのかなと思ったんで、いいきっかけかなと思いました。というわけでやってみました。僕なりにプログラムできないんですけど、それがこれ、今見ていただいてるのがキーノートなんですけども、 HTML 言語で書かれているデザインです最初ヘッダー要素で書かれてたんです。でさらにアーティクル要素で1ページ1ページは動いてるんです。今回使ってないですけども、ナビの要素も実はありますでこれ GitHub で共有してみました。30メガですプログラムと無関係です。そんなん関係ないですよ。だって HTML 語そう言うたでしょ。お気の召すままに。ありがとうございました。メガネでした。はい、どうもメガネさんありがとうございました。ちなみにメガネさんは何で選んだかって話なんですけれども、まあその選ぶ基準ってたった一つで、しまう準備はささっとやってもらって次の方と繋いでるだけなんで。選ぶ基準は、まあ、なんつうか、特に一個だけで、まあなんかこの場が盛り上がればいいなっていう、ただもうそれだけで選んでます。なんか盛り上がりそうだったんで選ばせてもらいました。ありがとうございました。はい、それでは次の発表は Y 中島さんの JavaScript で TrueType フォントをレンダリングしてみるになります。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。基本緊張するんで、そこの字幕だけ読みます。こんにちは、 Y 中島です。あ、出ましたね。普段は Web の制作の仕事をしています。以前ですね、ホックスケの壁紙メーカーというものをですね、まあ、お仕事で作成させていただきました。今はですね、個人的に JavaScript をですね、TrueType フォントをレンダリングするためのライブラリを、ちまちま作ってます。実際ですね、このデモをさせていただこうと思います。こんな感じでですね、TrueType フォントを選んで、やるところも出てくると。これ JavaScript と SVG 使ってレンダリングを、しております。で今日はですね、具体的にどうやって TrueType フォントをですね、JavaScript をレンダリングするのかという話を、大まかにざっくりと駆け足で紹介していきたいと思います。ちょっと時間が足んないんで早口になると思います。で TrueType フォントはですね、基本的にバイナリデータですので、バイナリデータを読むためのライブラリのですね、 JDataView というライブラリを使ってバイナリの読み込みを行ってます。で実際ですね、どうやってやってるかというと、ここに書いてあるやつですね、こんな感じで、読み込みますで、こんな感じでですね、TrueType フォントのバイナリデータを読んでいきます。で、TrueType フォントのですね、データの構造なんですけども、まずですね、バイトオーダービッグエンディ、ビッグエンディアンです。はい。で、あとですね、テーブルと呼ばれるデータセットの集まりでできています。具体的にですね、テーブルデータなんですけども、まずファイルの先頭に来るのがですね、オフセットテーブルと呼ばれるこれですね。これは本当の基本情報とですね、各テーブルがファイルの先頭からどの位置にあるかというようなオフセットの情報が確認されています。で、オフセットテーブルの他にはですね、本当の各種の情報を含む様々なテーブルがありまして、主なものとしてはですね、個々の文字のアウトラインデータが格納されているこのグリフっていうテーブルですね。と、あとですね、文字コードとですね、そのグリフのデータを結びつけるための Cmap テーブルというのがあります。で、フォント名などがですね、あと格納されているネームテーブルというのがあります。基本的にあれですね、あんまり HTML5 というのじゃなくて、フォントの話が主なんですけども。で、あとですね、フォントのアウトラインデータを表示するにはですね、このグリフテーブルですね。これを解析していく、と、フォントのアウトラインデータを表示することができます。で、まずですね、オフセットテーブルを読んで、グリフテーブルがどこにあるのかという情報を取得しようと思います。でですね、左にあるこれですね。これは16進数でダンプした実際のフォントデータの冒頭の部分です。で、右にあるのですね、オフセットテーブルの仕様です。これですね。フォントのバージョンとかテーブルの数とかが格納されています。で、これを読んでいくと、まあ、そのデータを取得できるということですね。で、その基本情報に続いてですね、各テーブルのオフセット情報がテーブルの数分だけですね、格納されています。で、これ読んでいくと、これですね、これグリフって書いてあるんですけども、この9964っていうのがグリフの、アドレスになります。
で、これでグリフのですね、テーブルの場所が分かりました。で、グリフのテーブル読もうと思うんですけども、グリフテーブルにですね、本当に含まれている文字の個数分連続してデータがバーって書いてるんですね。で、そのグリフのですね、データの量がですね、各々の文字のやつでデータ量まちまちなので、グリフテーブルだけだとですね、何番目の文字がどの位置にあるのか分からないという、状態になっています。ですのでですね、そこで登場するのがですね、ロカテーブルってやつですね、まあ、ロケーションテーブルの略なんですけども、このロケーションテーブルはですね、各文字のグリフデータがどのロケーションにあるのかを指し示すためのテーブルです。なのでですね、グリフデータを読む前にこのロカテーブルっていうのを読まなきゃいけないんですね。で、ロカテーブルっていうのは U ユニット16かですね、U ユニット32型のデータの配列になってます。で、要素の数はですね、グリフの個数分あります。で、各要素が対応する各グリフの位置情報になっております。でですね、ロカテーブルの型情報はどこにあるかというと、ヘッドテーブルっていうのが格納されています。あとグリフの個数はですね、MAX B テーブルっていうのが格納されています。なので、ロカテーブルを読むにはですね、まずヘッドテーブルと MAXP テーブルってデータを読む必要があるんです。で、まあ、ヘッドテーブルをまず読みます。ヘッドテーブルこんなになってまして、で、まあ、ここに、ロカテーブルのデータ形式が書いてあります。まあ、0ですね。インデックスロックフォーマットってデータなんですけども、これが0の場合はですね、uint ですね、uint16 というデータ形式だよってことですね。で、あとですね、MAXP テーブルからグリフの数の情報を取得します。この numgriffs ってデータですね。ここなんですけども、268って書いてあるので、文字数が268個あるよということです。で、これでグリフの数が分かりました。で、ロカテーブルのですね、型とグリフの数が分かったので、ロカテーブル一気にバーって読んできます。そうすると、文字の数分だけでですね、この文字はどこのロケーションにあるよっていうのがバーって出てきます。これを取得すると、各文字にアクセスできるということですね。で、ようやくですね、グリフのデータ読めるようになったんですけども、その前にですね、グリフのデータ構造はどうなっているかというのを説明します。トゥルタイプフォントのですね、グリフの、終わっちゃった。はい、はい、おしまいです。ありがとうございました。はい、おしまいです。はい、すいません。Y 中島で検索すれば出てきますんで。はい、おしまいです。はい、後で見てください。はい、はい、検索してください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。次は鶴俊也さんですね。まあ、ちなみに先ほどの Y 中島さんはタイトルから分かる通り技術採用だったんですけど、まあ、予想以上に技術採用すぎて割とボカンな感じでどうもありがとうございました。では、鶴俊也さんの、ハイプとフォンギャップで営業資料、なんかタイトル変わってないですか、営業資料をアプリにしてみたになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほど白石さんのアンケートによると営業の方はまあ 2% ぐらいだったかなと思うんですけれども、今日はHTML5 でコンテンツを作って、で iPad とかでですねアプリにして持っていくっていうやり方をですねちょっと説明したいと思います。でまずはじめに少し自己紹介をさせていただきます。鶴俊也と申しまして、サンビジネスという会社でですね働いております。で私自身は開発もしてるんですけれども、営業も自分でやりまして、そういうことでですね、今日、まあ、営業にあたって新規開拓とかするときに、まあ、営業資料を皆さん作る方と作らされる方がいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、それを作るときに、まあ、パワポっていうのが定番だと思うんですけれども、まあ、パワポで持っていくとですね非常につまんなくて、まあ、営業資料でっていう感じになってしまうんですね。でそういったときに何かこうきっかけというか話のネタで、まあiPad とか iPhone でこういうことをプルッと出すと結構面白かったりするので、ぜひ使ってみていただきたいと思います。Hype っていうアプリがありまして、このソフトを使ったことある方っていらっしゃいますか。すいません、あ、結構いらっしゃる。はい、ありがとうございます。フラッシュみたいなですねオーサリングツールなんですけども、ちょっと画面を見ていただいた方がいいかなと思うので、すいません。入りきってないんですけども、こういう感じの、今白紙に絵とボタンが置いてあって、これを再生するとですね、まあ、こういうような動かせるソフトになってます。
これと HTML5 が何が関係するのかといいますと、このコンテンツを JavaScript と HTML5 っていう組み合わせで吐き出せるようになってます。この Export as HTML5 っていうのがそうなんですけども、これで書き出しを行うと、今 HTML5 が落とされまして、このファイルに今書き出された状態になります。そうすると普通の HTML コンテンツがこういう感じで簡単にできちゃうっていうですね、結構優れものなソフトになってます。でここまでだとブラウザーでファイルを持っていって見せるっていうのもできるんですけども、ちょっともう一工夫したいなっていう時に、フォンギャップっていう、HTML と JavaScript をアプリ形式に変換するものがありまして、これはフォンギャップっていうアプリでもあるんですけれども、フォンギャップビルドっていうウェブサービスもあって、でそれはHTML5 とか JavaScript をZIP にアーカイブをしてアップロードすると、もう勝手にアプリに、まとめてくれるっていうものになってるんですね。で、これをと、ハイプを組み合わせていくと、HTML でさっき作ったようなコンテンツを、完全な単体アプリとして持っていけるようになります。で、多分皆さんかなりエキスパートの方なので、あんまりまあ普通じゃんみたいな感じもあると思うんですけども、お客さんによってはですね、非常に受けが良くて、単体のアプリで持っていくと、お、何これみたいなことができます。で、で最後にちょっと紹介をさせていただきたいんですけども、皆さんの今年の夏、梨を食べたっていう方いらっしゃいますか？ありがとうございます。今ですね、鳥取の梨を弊社でプロモーションしてまして、これ全然関係ないんですけど、食べたい方いらっしゃいましたら後で注文受け付けますのでよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。次は竹ヶ原さんです。そっか。ちなみに鶴俊夫さんを、選んだ理由なんですけれども、特に何だろう、なんか結局いろんな人がいろんな発表をするようにって言った時に、あんまりツール系で申し込んできた方がいらっしゃらなかったというか、数人いた中でなんとなく面白そうだったっていう感じですね。今後申し込むときは他の人が狙ってこないこうジャンルで申し込むと LT は取りやすいような気がします。ちなみに次発表される竹ヶ原さんは、唯一フラッシュに絡むテーマで応募されてきた方だったので、ちょっと聞いてみたいなと思って、採用させてもらいました。どうですかね。はい、どうも竹ヶ原でございます。もう始まりました。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと、皆様、なんかちょっとすごいことになってるんですけど、秋の気配もそろそろ感じられて過ごしやすい季節になってますが、いかがお過ごしでございましょうか。だいたいこういった枕が入りますと、だいたいマシントラブルでございまして、ちょっといろいろ大変で、こんなちっちゃい解像度なんですけど、私今 MacBook Pro で Bootcamp で Windows 使ってるんですけど、これも何かの宿命かなと、多分日頃の行いが悪いのでこのような仕打ちを受けているのかなと思うんですが、進めさせていただきますと。
ちょっとこれはさすがにあれですね、さすがにね。644が8時ですからね。まあ、しょうがないですよね。はい。はい。では、進めさせていきます。3JS、まあ、WebGL と、ステージ 3D のパフォーマンス比較と題しまして、LT させていただきます。よろしくお願いします。で、私は、広告会社の方にやっております、テクニカルディレクターの竹原と申します。まあ、こんな、アットマーク、なんちゃらかんちゃらとか、ツイッターやってますので、まあ、お見知りおきをと言いますか、まあ、ディスらない程度に書いていただければ、ちょっと嬉しいなと思います。で、先ほど、まあ、3JS の講演もございましたので、まあ、大体概要とかご存知な方もいらっしゃいますけど、まあ、3JS とは何ぞやっていう話なんですが、基本的に、まあ、ブラウザー上で、まあ、リッチな、3D のグラフィックを提供していただくという、ツールといいますかフレームワークですね。そういったものを紹介させていただきますと。で、これまあ作ったのは、作ったといいますか、まあ 3D の間の方では注目が必死なフレームワークでございまして、まあ作った方はこのミスター・ドゥーブという方でございます。まあこの人、Google のクリエイティブラボっていう紹介があったんで、基本的に Google の人だったのかなとか思ったんですけど、なんか最近の資料見たら、フリーランスの人だったみたいで、あ、そうなんだ。フリーなんだ。儲かってんな、とかも、ちょっと思っちゃったりしてます。あ、スペインの人ですね、この人。リカルドさんっていう人らしいです。はい。で、対して、まあ、アドビのフラッシュの 3D ですね。まあ、フラッシュの方も 3D の方で、提供しておりまして、まあ、ステージ 3D というのがございます。こちらも ALEL という、まあ、OpenGL に近い、近くもないのかな。そんな形の、まあ、3D グラフィックを提供していただく、提供しているライブラリーがございます。こちらは、まあ、フラスプレイヤー11で動いておりますと。はい。で、こちらも、まあ、GPU のハードウェアアクセラレーションは機能で搭載で、まあ、素晴らしい 3D のグラフィックをまあ、リッチメディアですね。そちらのおしゃれな感じのものを提供してもらえるといった話ですね。今日はまあ、アドビさんも来られてるんですかね。まあ、アドビさんは最近まあ、クラウド関係で、まあ、クラウド CS6 とか言うんですか？で、そちらの方で毎月5000円で、何ですか、やってるらしくてですね。そちらの方で Photoshop とか、イラストレーターとか、素晴らしいソフトウェアも提供されてますので、まあ、デザインに興味がある方もない方も、まあ、お買い上げいただきまして、まあ、いろいろ、試していただければと思います。はい。アドビさん、やりましょう。では、パフォーマンスの方を調べましょうと。まあ、パフォーマンスの判定、まあ、こういったのでしょう、3D グラフィックに関してパフォーマンス判定といえば、まあ、こちらですね。こちら、マイクロソフトさんが提供されております、まあ、フィッシュテストとかいう、まあ、魚がいっぱい泳いでるやつなんですけど、あ、1分ね。で、まあ、古今東西、まあ、こういったグラフィック関連は、まあ、海で泳いでいるものと決まっていると。まあ、マイクロソフトさんがおっしゃってますので、これは間違いございません。はい。で、マイクロソフトさんも10月26日に Windows 8という素晴らしい OS が出ますので、こちらのも皆さんちょっとお買いお求めいただきまして、素晴らしい OS を体感いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではデモでございます。で、3DCG モデリング必要なんですけど、まあ、とりあえずフリーナスで、イルカさんの、まあ、こちら、おまけについているので、こちらを使わせていただきますと。で、これをまあ、JavaScript のファイルに落とすんですが、こいつの JS の 3D モデル自体がまあ、40メガと。結構大容量な。まあ、キーフレームによってまあ、バーテックスのライン。あはい、どうもありがとうございました。まあ、いや意外と短いもんですね、はい、どうもありがとうございました。まあ、LT の花はドラなんで、まあ、ドラを鳴らした人は勝ちっていうことですかね。どうもありがとうございます。結局フラッシュ採用だったんですけど、フラッシュはどこにもなかったですね。
なんかつないだ方がいいんですよね。ミスタードゥーブさんは私の記憶ではもともとはフラッシュの方なので、フラッシャーの人はみんな知ってるかと思ってたんですけど、意外とそうでもないってことが分かったのが先ほどの LT の私の収穫ですね。そろそろよろしいですかね。では次は今日はアゴさんの方からちょっと長かったんですが、あなたの知らないエクマスクリプトというタイトルで発表していただきます。よろしくお願いします。はい、初めてです。よろしくお願いします。ではまず自己紹介で、カヤックに所属してますアゴと言います。最近はスマホ環境でいろいろ JS を書いたりとかしてます。で、まずエクマスクリプトっていうのを知ってるますかっていうことなんですが、エクマスクリプトとは何かっていうことなんですけど、エクマスクリプトっていうのは、ざっくり言うと仕様で、そのエクマスクリプトをもとに、実装されたものが JavaScript、ざっくり言うとエクマスクリプトはイコール JavaScript だと思ってもらって大丈夫です。なので、今回エクマスクリプトっていう話をしてますが、基本的には JavaScript って読み替えてもらってもそのまま通じるんで大丈夫です。で、あなたの知らないエクマスクリプトその1、まず、エクマスクリプトにもラベルっていうものがあるんですが、これはご存知ですかね。こんなの、この部分ホゲって書いてあるんですが、これがラベルという仕様ですね。で、ただ実際そんなに使われてない。なんでかっていうと、ループ文を出るときとかに使うんですが、これがイテレーターと相性が悪い。イテレーターっていうのはフォーイーチだとか、マップだとかっていうイテレーション、ファンクションの中から外に飛ぶっていうことはできないので、実際そこまで使われてない。ただこのラベルがあることでこんなコードが動く。これはどういうことかっていうと、ブックマークレットとか、あとは href に、JavaScript を書いて実行する場合、そういうコードをそのままパッと貼り付く。これは本来であればアラート文で、だけを実行させたい場合なので、 JavaScript コロンっていうのは書いたらまずいものではあるんですが、でもラベルがあることでこのコードも JavaScript として正常に動く。あとはこんなコードも動く。 URL はそのまま貼ってあるっていう。これも実際見たときにすごいびっくりしたんですが、これが絶対これ止まるんじゃないかと思ったんですけど、これはもう普通に動く。なんで動くかっていうと、この HTTP コロンっていう部分がラベルとして認識されてる。 HTTP っていうラベルで、その後にスラッシュスラッシュでコメン JavaScript のコメントが始まりますから、その後は何を書いても動く。ただしこれ URL2 つ書いてあると動かなくなるので、書けるのは1個だけです。1個だけであれば書けるし動くし、仕様としても正しい。このおかげで偶然動いてるサイトは多い。実際URL が書かれてる例っていうのは私も1回しか見たことないんですけど、例えば A 要素のオンクリック属性に対して、JavaScript コロンなんとかなんとかっていうのは結構よく見る。本当はここ書いちゃいけないんですが、href と同じだと思ってオンクリックにそのまま書いてるとかっていう例はかなり見るので、このおかげで偶然動いてる。ウェブをかけて支えるラベルっていう。はい。で、あなたの知らないエクマスクリプトその2。パール、ルビー、Python にあって C、パスカル、エクマスクリプトにないものは何か。答え、文法上独立した elseif。で、エクマスクリプトには elseif はない。でも、普通に使うよね。なんか言語資料の、JavaScript を紹介してるサイトとかでも、if と elseif と else っていうのは基本どこでも紹介してるんですが、こんな感じで実際使うよね。この真ん中の部分。ちょっと時間がないんで巻きでいきます。で、ただこれは実際 elseif じゃなくて、ブロックの省略された else と elseif、ブロックの省略された else、elseif ではない。これの省略形。この else のブロックを省略して、if をその後に続けて書く。ここに本来ブロックが入るんです。この if。この部分がブロックになるはず。それを省略して書くと、elseif のように見えるものができる。elseif なんてそもそもいらなかったっていう。で、あなたの知らないエクマスクリプトその3。で、
ECMAScript を静的解析しようとするっていうのはよくあると思うんですが、まあ、ECMAScript を静的解析しようとすると、まあ、全員がハマるところ、まあ、スラッシュが正規表現の解しか演算しか区別できない問題っていうのが非常によく知られた問題としてあるんですが、こういう例ですね。このスラッシュが、演算子なのか、正規表現の開始なのかっていうのがパッと静的解析で簡単に区別できない。でも ECMAScript5 にこういうルールが追加されて、これがさらに大きな問題になっている。正規表現の中の括弧の中からスラッシュのエスケープが不要で、こう書けるんです。でこう書けるっていうのはつまりどういうことかっていうと、こういうコードが書ける、スラッシュアスターが2つ入ってる、ブロックの切り出しすら簡単にできない、この中はブロックコメントは限りません。 ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、つなぎはとりあえずまた選択理由ってことなんですけれども、まあ、今日、アゴさんは、期待通りというか、なんというか、こう言語系がっつりの話で申し込んだ方は一人もいらっしゃらなかったんで、まあ、JavaScript で面白い話してくれれば面白いかなと思って、発表していただきました。じゃあ、次。ですか。じゃあ、次は、マディ・リクソンさんで、中二っぽいですねじゃなくて D3JS で開くこれからのデータ表現というタイトルで発表していただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。D3JS で開くこれからのデータ表現というタイトルで投稿したんですけど、後輩から中二っぽいって言われたんで直しました。D3JS のコアのモデュールであるレイアウトについて少しお話したいと思います。で僕こんなやつです。Hadoop でデータマイニングして、それをどういかに人に見せていくかというところで、まあ、ビジュアリゼーションをやって HTML5 を使っています。で、Nifty の協賛でやってます。で、最近 C4SA というのを出したので使ってみてください。こんないっぱいいろんなキャンバスがあってですね、なんと GitHub でもログインできるっていうね。はい、お仕事完了。はい、D3JS 知ってる人いますか？どれくらい方知ってますかね？はい、2% ぐらい。はい、D3JS はですね、データの表現について今最もクールなライブラリです。でこんな、例えばボロノイズですとか、言葉のキーワードのタグラードですとか、こういうコードモードとかいろんなのが表現することができます。でただ注意なんですけど、SVG が激しく回ってですね、MacBook のファンが激しい音を立てて回ります。で膝がものすごい熱くなるので気をつけてください。はい、D3 っていうのは、データドリブンドキュメントの略です。D が3つ重なってるから D3 と。でデータで元に、まあ、ドキュメントを作っていて、まあ、みんな楽しもうよっていうことですね。で、特徴としましては、ね、Web 標準を謳っています。DOM や HTML5、SVG、CSS3、JavaScript でもできますと。そのためですね、ブラウザとデータだけで簡単に始めることができて、キーボードとかマウスとかタッチとかっていったインタラクションも簡単にできます。で、入れ子になったデータ、まあ、皆さん多分扱ってると思うんですけど、親がルートがあって、子があって、子があって、子があるみたいな、そういうネストの、データも、JSON を使って簡単に扱うことができます。またですね、AJAX や JSONP、WebSocket などとか、そういった通信プロトコルを使うことでリアルタイムの更新とか、まあね、ムーニンとかだと勝手にリロードかかってうざいんですけど、その辺をぐるぐるぐる勝手にどんどんやることができます。で D3 っていうのが何でできるかっていうと、もちろん皆さん大好きな JavaScript で書かれてるからです。でサポートしてるのはね、もちろんモダンブラウザーで、残念ながら IE8 以降は以前は対応してませんと。はい、残念。バイバイ。はい、ちょっとこれ今ちょっと解像度変わって崩れちゃったんですけど、参考になる資料が2つほど挙げておきました。で事例を挙げていきますとですね、データドキュメント、まあ、皆さん多分お手元に簡単にこんなネストされたデータがあると思うんですけれど、これがですね、あっという間に樹形図に変わります。はい、こんなですね。でこれ JavaScript で書かれてるね、当然こういうふうにこうアニメーションとかインタラクションができます。ノード触ったらほら、こう丸っこいのとかがこう緑になったりもします。で同じデータなんですけど、これをですね、ツリーマップっていう、まあ、こういうのに変えることができて、これもまた JavaScript なので、こうガリ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 と動くことができます。はい、これなんでできるかというと、これレイアウトっていう、さっきタイトルにもありましたけど、D3 のコアクラスがあるからです。で、レイアウトなんでしょうというとですね、レイアウトっていうのは、まさにコアのクラスなんですけれど、ボストックって人がこれ作者なんですけど、DSDJS の、レイアウトっていうのは、再利用可能なアルゴリズムの塊なんですよっていうのを話しています。で、あるものはですね、データドキュメント、さっきのネストされたオブジェクトとかですね、ああいうのを DOM のインフォメーション、例えば X 軸がここで、Y 軸ここですよとか、角度がここですよとかっていうのを、まあ、説明してくれますと、変換してくれますと。また、いくつかはですね、アニメーションとかドラッグって言ったさっきの言ったやつですね、ユーティリティファンクションを提供してくれます。で今はですね、6種類、ネイティブでは入っています。ハイエラルキカルとコード、フォース、ヒストリグラム、ファイ、ドーナツ、スタックです。でハイエラルキカルではちょっと特徴的で、さっきのネストされたデータオブジェクトを扱うもので、それの表現系としてクラスター、ツリー、ツリーマップ、パーティションというのがいくつかあります。
で、ハイラックは基本的に熱装された JSON オブジェクトを、まあ、ノードとかリンクの情報に変えてくれます。で、こういった、まあ、お手元のやつですね。お手元のやつを、こういった、オブジェクトの配列に変えてくれて、ここに X 座標、Y 座標が全部入っているので、簡単に、まあ、表現形式に直すことができると。また、コードっていうのは、こういった隣接形式行列を、まあ、こういうまた同じように配列に直してくれて、まあ、こんな簡単にグラフが書けるようになりますと。最後はね、力学グラフですけど、力学グラフ、これ、全部1とか計算してくれたと、ドラッグの関数を提供してくれたら、こういうふうにわーっと動くことができると。はい。もうなんて素敵なライブラリなんでしょうね。はい。結論としましてですね、レイアウトっていうのはすごいコアなモジュールでして、これを制するものはまさにもうデータのビジュアリゼーション、リプレゼンテーションをもう仕切ることができるんじゃないかと。つまり、レイアウトを制するものが実現するのが、こう、タイトルに戻ってくると。D3JS で開く、これからデータ表現になるかと思っています。はい。で、D3JS を、いろんなやつがこんなのも簡単に作ることができます。はい、大変うざいんですが、これも今僕の MacBook はすごい音立てファンが回っています。はいはい、ハブファンです。で、GitHub でどれぐらい D3 が素敵かっていうのをアピールするためですね、 D3 のドキュメントがめっちゃ多いんですけど、 API300 ぐらいなんですけど、今翻訳中です。あらかた API とか終わっています。はい、あと最後ですけど、私もイベントやってまして、エンジニアサポートクロス2013っていうのを来年やりますんで、ぜひお越しください。去年、白井新平さんも2つセッションとか出てくださってですね、割と面白いので、ぜひ皆さん来てください。お願いします。以上です。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、これで LT の部門は終わりになります。